ニュースポストセブンです。夢が叶う日は来るのでしょうか。中国の大学への留学を延期した小島瑠璃子さん。芸能関係者によると、今回の留学延期は世界情勢が理由だそうですとのこと。中国の内情や日中関係について中国のネットサイトを見るなどして毎日情報収集しているという小島さん。最近ではコロナの拡大に加え、アメリカが偵察気球だとして中国の気球を撃墜した問題や、台湾と中国が今後戦争になるのではないかというところにまで彼女の心配を呼んでいるそうです。